あ皆さん、こんにちは。ロサンゼルスのマダムホーですお。おはようございますえ、えーと。今日はちょっとこういうエフェクトを使ってみました。2018年。もう、えー、日本ではお正月から2018年ですし、また、えー、中国の旧正月では2月、えー、いつだったっけ 2>, ?2 月の16日ですね。16日から犬年の2018年。 風水では2月4日から2018年。こうやって2018年が3回なったんですけれども、今日、私にとっては本当に2018年、素晴らしいメッセージをいただきましたので、これをえ皆さんとえお話ししたいと思います。ちょっと待ってね、これどうやって止めるのかなあこうあ、これが止まらない。うーん、困りましたね。じゃあちょっとこういうこと。に、あ これにしておきますはい。で、どういったことを今日はお話ししたいかというと昨日皆さんに中国の古典老子による一流のリーダー二流のリーダー三流のリーダーについてお話ししましたそしてその普通のよく日本なんかでもねカリスマ経営者とかカリスマリーダーって言われるカリスマカリスマって呼ばれる人はその中国の古典によると 二流になるっていうことでしたよね。で、一流のリーダーっていうのは各自が自分たちでやったんだ。えい。自分たちでやったんだ。えいっていう感じが一流のリーダー。でも、これは昨日私はそう言いました。けれども、私自身がちょっと自分なりにまだ答えが出てなかったんですね。じゃあ一流のリーダーって各自その部下とかチームメンバーが自分たちがやったよね。っていうリーダーであれば。 本当のリーダーとしてどういうことなのかなっていうのをずっと考えてたんです。そしたら、やっぱり引き寄せの法則でしょうか。こう疑問をずっと考えてて、なぜなぜなぜどういうことって考えてたら、ちゃんと朝メッセージがあったんですねで。そのことについてお話をします。私は別にスピリチュアルでもないですし、これは私の個人的な考えで、皆さんは皆さんなりの答えを出してください。で、この日曜日の朝、 今まだロス日曜日なんですけれども、朝こう iPhone でメールを見たら、あのアメリカ人の男性のメルマガが来てたんですね。彼はあのレイヒグデン、レイヒグドンさんと言って、まああの。 1>, 去年1年ぐらい前偶然に彼のサイトに行き着いてまあ彼の言ってることはすごく素晴らしい私の求めている答えがあったということでまあ彼のメルマガを申し込みまたあの時々彼のなんかオンラインのプログラムを参加したりはしてたんですけどその彼がねこう言ったんです。一流まあ彼は一流とか二流とかっていう言葉を使いませんでしたけれどもえ彼が言ったのはあなたが いつもこう皆さんに情報を配信して教えてるつもり教えてるつもりなんだけどもそれを聞いた人はパクるよっていうことなんですよ。もう一度言いますねあなたは自分なりに一生懸命情報を収集してそれを自分なりにこうまとめて教えてるつもりなんだけれども。 周りの人はそんなの平気であなたこれは何々さんによるととか何々さんから学んだっていうことは一切言わずにパクるもういかにも自分がその答えを探してきたみたいにしてパクるんだよっていうことを彼は言ったんですね。でだけれどもここなんですよだけれどもパクられてもそれでいちいち目くじらを立ててはいけない。パクられてても最終的に そのパクった本人は情報源はあなたから学んだってことを知っているわけだからその人がパクって平気で自分の答えのように言うだけれども本人の心の中では必ず罪悪感もあるしあなたから来たってことを分かっているからそれはもう目をつぶってもっと大きなビジョンを持ちなさいあなたの大きなビジョンっていうのは多くの人々の、えー メッセージを届けて彼らの心に響くものを届けて彼らがその結果何か人生が変えればいいわけでしょうということを言うんですねでこれを聞いた時に、えー、私はもう一つ別の人からも聞いてたことっていうか私がずっと目撃してたことがあるんですで彼女はやはりこのあるネットワークの会社の えー、一番かにの収入を持っている方なんですねで、えー、私と同じ UCLA の後輩なので、まあ、ずっと彼女のやり方を私は見てたんですが彼女も自分なりにこの22年間まとめ上げたものを一生懸命教えて本当にもう貧乏な人学歴のない人の人生を変えることを何度もやってきただけどその彼女さえ裏切られたりその彼女の ノウハウをパクられたりそういうことがあって彼女が悔し涙を流す場面も私は見てきたんですねだそういう意味で私なりにうんやっぱりこう私たち学者とか論文書いたりプロフェッショナルの世界では必ず誰々さんによるとというこう引用をきちっと書くそれをすることによって信頼を勝ち取っていくわけですねあの人はきちっとそういう どこから情報の出所っていうことを出しているだからこの人には安心してノウハウを教えてあげてもいいこの人には安心して情報を開示してあげてもいいっていうそういう信頼を勝ち取るんですけれどもやっぱりパクる人はパクるで、私もそういう経験があったんですね私の情報が与えてでその人は自分でまたその情報まあウェビナーをやり出したので私は彼女に あなたの情報と私の情報がバッティングしてたらいけないからあなたのウェビナーにも私は参加してあなたが言っていることを聞いてあなたの,、えー、の網羅していない情報を私の方で流すわねって言ったら彼女はいやま,だいだい、ね、まだも来ないでくださいって言ったんですね。まだだも来ないいでくさっっって言たたにピンとときののはあきっと私の情報を 彼女はパクって自分なりの情報のようにして、自分のチームの人に教えているんだなっていうことを感じたわけなんですね。だからやっぱりそういうふうにする人がいる。特にアメリカで教育を受けていない人、アジアの人っていうのはパクるのは日常茶飯事だし、アメリカとか欧米だとこれは誰々さんからの情報ですというのを出所をきちっと、 書くんですねだからデータ改ざんとかってあまりしないんですけれども日本だとよくありますよね科学者でもデータ改ざんをしたとかっていうことがだからまあそれは、えー、欧米とアジアの違いなのかなっていうことで思っていたんですけれども今日のその朝のアメリカ人の男性が言ったのはパクる人はパクるからパクらせておけでそんなことをパクる人のレベルであのいろんなことを 悔し涙を流したり私の友達なんか泣いてたわけなんですけどパクられてだからそういうことじゃなくてもうちょっと上のレベルやっぱりパクられててもあなたのクレジットを誰も言わなくてもそれでも大きなビジョンを持っていくのが一流のリーダーなんだなっていうことがそのずっと、えー、の私が疑問に思っていた老師による一流のリーダーとは 各自が自がが分でややったのののようにやらせるのが一流のリーダーダすなわちパクらせて自分たちでやったようにしていると同時にそのさっきの私は同じ UCLA の後輩の女性がノウハウを全部作って教えて親身に教えてあげたのにそれこそ飼い犬に手を噛まれたようなあの反旗を翻らせて、えー、彼女が悔し涙で。 本当に泣いてるシーンを私も見てたしあやっぱり大変なんだなとか普通の人相手にしたら大変なんだなということを思ってたんですけれども、まあ、そういうことで今朝アメリカ人の男性からのメッセージをもらったのはいいんだよそんなパクる人間はほっとけばいいだから私が先週からかな数日前から偶然三輪明宏さんのボットとツイッターで出会って明弘さん三輪さん慣れにもなんかそういう 相手にあのなんかつまらない人間を相手にしてはいけません無駄にしてはいけませんっていうようなことを三輪明宏さんは書いてらしたんですけれどもだからこの三輪さんのメッセージとこのレイさんのメッセージアメリカ人の男性のメッセージがピタッと私にあったんですねだから今日私の気分はこれです。今日がやっっとと私にとって2018年ハッピーーーニューイヤー ここで今までの私の頭の中の疑問点とか本当にそのリーダーっていうのはどういうことなのかな傷ついて悔しがってるリーダーも目の前で見てたから本当にどういうもんなんだろうっていうことをずっと探せたんですがこの三輪明宏さんと、えー、レイさんのメッセージでやっと私の求めていた答えが見つかりました。 そういった意味で今日が私にとって本当の2018年これからやっと新しい1年で新しい心がけができると思います。すなわちパクる人にはパクらせておけばいい勝手にさせておけばいいでそういう人たちがカリスマリーダーカリスマリーダーっていうのがその老子が言う二流のリーダーであって一流のリーダーはそういう人は相手にしない。 放っておくもっともっとビジョンを大きく持って高いレベルを見ているこれが一流のリーダーだっていうことが今日やっと答えが見つかりました、まあ、そういう意味ではハッピーもう本当にやっと私にとって新年の2018年が始まってこうやって頭の中は花火が炸裂しています、まあ、そういうことで今日から私も気分一新かなえ新規って そう新規一点ですね。新規一点して新しく前に進みます。皆さんも頑張りましょう。じゃあ今日はここまでです。えっと、これ消すボタンがどこかちょっとわからない。どこなんだろう。すいません。あ、消し方。え消し方がどこかちょっと消して、消したい。あ、わかりました。はい。じゃあそういうことで今度また英語でします。So, my international friends, I'm going to start my English webinar right away.Thank you. Bye.